スーパーマリオ RPG 説明不要の名作タイトルのリメイクが発売されましたね。ついこの間任天堂ダイレクトで発表されたと思ったらもう発売しちゃいましたね。すごく楽しみにしてたタイトルなので早速やってみましょうか。どちらのモードで、私はノーマルで結構ですが、スーファミ版はがっつりやってたので、どっちかというとハードモードでも大丈夫ですよ多分。すごい綺麗だ。そしてピーチさんはお花畑でのんきに花摘みみたいですね。しかし不穏な気配が。やっぱりお前かい。今回のお話ではどっちかというとクッパさんも被害者ですけどね。いってらっしゃいいきなり始まるんだ。タイトル画面は挟まないんだね。噂によるとこのリメイク版は当時やってたスーファミユーザーも納得の出来になってるみたいなので楽しみですね。リメイクってやっぱり意外と出来不出来があったりするから不安なんですけどね。まあ任天堂さんが作るリメイクなら安心でしょう。おお、めっちゃ綺麗。 B ボタンでジャンプ。お、早速カメックがノコ兵か。こんなの OK。 マリオの相手ではないわ。あ、経験値もらえた。ここでは経験値もらえなかったと思うんだけどな、スーファミ版は。こんなの、よし、タイミングよく A ボタンを押すとさらに追加攻撃ができますね。今度は2人がかりかい。来いや。攻撃、こねろ。よし。ガードの時もタイミングよくボタンを押せばある程度ダメージを抑えられますかね。おお、怖えよ。あぶね。どんなお城よ。お、早速クッパと対決ですか。吊るされちゃってるよ。なんてひどいことを。いたよ。クッパに気をつけてマリオ。わかりました。今日こそ決着をつけてやるぞ。あ、スペシャルっていうの使えるんですね。ジャンプ、敵を踏みつけるぞ。踏みつける直前に A ボタン。はーい。あ、間違えたお、なんだそれは。今ケツから何か出したぞ。ジャンプで A ボタンで決定か。あ、意外と難しい。やめろ。ワンワンの鎖を狙って。わかりました。スペシャル意外と難しいな。やめろ、引っかくな。シャンデリワンシャンデリワンっつうの。あ、いて。そんな攻撃知らないぞ。そんな攻撃持ってたんだクッパって。危ないね。狙ってますよ。スペシャル使っていこうか。ぶち切れるみたいに。なんだこの音は。後ろですよ。話すんじゃないぞ。絶対話すな、ワンワン。さようならもう勝っちゃいましたね。貴様も水連れだ。やめろ。今回あれですね、今回のリメイクはそのゲーム内容もそうですけど、やっぱり下村陽子さんの音楽がね、どんな感じになっているか楽しみですよね。ちなみにスーパーマリオ RPG のサントラは今大事に保管してますね。意外と今プレミアついてますよ。おお、頑張れ。よかった、無事だったのねマリオ。
さあ、さらにえらいことが巻き起こる感じですよ。おお、なんだこの剣は。刺さったよ。さあ出ますよ。スーパーマリオ RPG。 かっこいい。このなんだろう、ストーリーの途中でタイトルが出るっていうのも当時珍しかったと思うんですよね。だから映画的ですごいかっこよかった思い出があるな。うまいこと土管に入りましたね、自分家に。引っかかってるよ。マリオさん、家にはドアから入った方がお行儀がいいですよ。ピーチ姫迎えに来てたんだって。おお、これはいいぞ。あ、え、寝るんかい。ちょっと寝てる場合じゃないですよ。お預かりボックス、なんか調べられたりしたっけ。ピーチ姫いないですね、ここにいるって聞いたんですけど。マリオさん、長いお付き合いのだけに何があったか気づいてしまいました。そうです、クッパの仕業ですけど、いろいろ事情が異なってますよ今回は。はいはい、オートセーブされんの今回。やっとね、わかりました。さすが現代。まあそりゃそうか、一応セーブしときましょうか。よし、 OK、 早速行ってみる。とりあえずクッパ城がどうなってるか見に行きましょうか。マリオの家、クッパ城、すんげーでかいな。おお、とんでもねえ。なんだお前は、なんだお前は、それはこっちのセリフですよ。見てわかるように、今日からこの城は我らカジオ軍団のものだ。カジオ様の望みは実に分かりやすいぞ。それはこのワールドをいただくこと。そうですか。そしてどこへ行ってもお前のようなヒーロー気取りがシャシャリ出てくるくらい。こりゃい、橋を落とすな。これでしばらくはこの城に近づけなくなりましたね。おお、いいね。本当にスーファミ版の再現をよくしてる。ダメなリメイクってやっぱりあって、ここ変えてほしくなかったっていうのがやっぱりあるリメイクはあんまり評判が良くないですね。やっぱりね、開発者の人が変わっちゃうとね、なかなかそういうのは気づきづらいと思うんですけどね。ここは変えてほしくないっていう場所が。さあ、マリオの携帯模写。この頃のマリオは全く喋れません。はい、今までになかったパターンですね。キノコ大臣に知らせなくちゃ。私もキノコ城へ行きましょうか。じゃあ、ごめんなさい、今のごっちんこでマリオさんの HP が減っちゃったみたいなんてこと。そしてキノコをゲット。回復するアイテムを使いたいときは X ボタンね。はーい。もう後ろからいるよ、変なやつが。モンスターでいっぱいです。マリオさん、やっつけちゃってください。アクションコマンド知ってます。マリオさんはアクションコマンドも知ってるんだぞ。お前なんかあっという間にノックアウトだ。逃げてったよ。早く行きなさいよ、あなたも大臣のところに。お、やった、ありがとう。そんなにくれたの。あ、でも1ポイントしか減ってないや。さあ行きましょう。とりあえず敵がいっぱいいるんだって、マッシュロード。クリボーがのんきに歩いてるね。止めろ。
おお、この音楽が好きだった当時。あ、なんだ今。今連続攻撃ヒットしたら隣のやつも攻撃当たりましたね。あ、そういうのあるんだ。すげえ。え、で、これで戦いやすくなりましたね、随分。この仕様は。あの、左下の 13% ってなんだろう。あ、あそこで、なんか、追い詰められてる。最近の RPG は、そんなにレベル上げが必要ない感じになってるので、このリメイクでは、どうなんですかね。個人的にはレベル上げはすごい好きな作業なので、できればしていきたいところですけどね。お、パタパタだ。ほら空を飛んでるよ。やめろ本当にバリアって感じになってるガードが。いて、あ、なんか防御すると左下のバーが溜まってますね。37% だって。あれいっぱいになるとなんか起こるのかな。ラッキー、もう一回攻撃。ほらアッパカット。危ねえ。 50% よし。おお、すごい。これめっちゃ面白いぞコインかける2チャンス。はい、ちょっとやってみましょうか。本物の卵はどれかな。まあ見た目これでしたけど、多分違う気がするんだよな。あ、当たった。なんだいいんだ。宝箱。コインがたくさん。とりあえず進んでいこうか。絡まれてるよ。これで、よし。HP マックス。回復も意外とできますよね、このゲームは。だからいちいち村に戻って休憩とかもそんなにいらなかった気がするな。助かりました。ところでこんなの落ちてました。ハニーシロップゲット。よし、ハニーシロップはマジックポイント回復ですかね。いて、 OK。最近のリメイクでは、あ、レベルアップだ。さあ何をあげましょうかね。私は攻撃をあげたいと思います。最近のリメイクではその音楽も切り替えられたりするんですよね、旧作版に。それは多分できないと思うんですけどね。できたら良かったですけどね。わかんないけど、できるかもしれない、進めていけば。危ねっ。どんどん殴っていくよ。よし、あ、すごい倒しやすい敵が。ハニーシロップゲット。いや、やめろ、今回ってるんだから。私はほら、よし、敵ではないですね。しかし経験値は1あ、なんだこれ。あ、やめろ、隠れてやがった。すごい興奮してきた。いて、こねろ。お、そろそろたまりますよ。 98% だって。これ何？復活ドリンクを手に入れた。わかりました、ありがたい。あそこに潜んでるやつがいるよ。出てくるな。あ、意外とタイミング合わせるの難しいね。お、100% になって、お助けキノピオって何？キノピオが駆けつけてサポート。何が出るかはお楽しみだってお、あ、そうなんだ。え、なんか偉いものがもらえそう。何これ。モヤットボールゲット。星の雨。あ、もう使っちゃうんだ。へえ、じゃあボス戦まで 100% の状態でキープしといた方がいいかもしれないですね。お、ジュゲームか。どんどん倒していきましょう。トゲ兵、こんなの。
危ねえ、こんなの。よーし。そうか、レベル上げの他にボス戦に備えてそのバーを 100% にキープさせてボス戦に挑むっていう戦略もありそう。オイラと勝負する機会？相手になってやるぜ。二人がかりかよ。スペシャル使ってみる？うお、怖え。よし。これぜひサントラ欲しいですね。ガードアップ、危ねえ。サントラ発売してほしいな。すごいよ。これ成功しないな。オッケー。ほら、おお、ナイスガード。倒れた。かわいい。コインたんまりゲット。フラワーセットゲット。おっ、ええものを奪い取ったぞ。くたびれたハンマーだ。そうか、ハンマー攻撃ってありましたね。しかしよく見てみるとブロス印の丈夫なハンマーだ。やった、奪い取った。旅や道連れ、世は情け、持っていくと何かと役立つに違いない。ハンマーゲット。アイテムのフラワーを使うと FP の最大値が増え、スペシャル技をたくさん出せるようになります。あ、さっき手に入れたよ。これか、3増やしますか。よし、やったね。楽しすぎない？これこそ名作でしょ、やっぱり。さあ、キノコ城へたどり着きました。あれ、ピーチ姫を見かけないけど何かあったの？まさかまたクッパに。その通りです。とりあえずお城に行ってみましょうか。やっとたどり着いたの？マリオさん、遅れちゃってすみません。嫌なやつに捕まっちゃって。さあ、大臣のところへ行きましょうか。足は速いね。さあ、そして大臣がどうやら心配事があるみたいですね。マリオさんがいらっしゃいました。どうもどうも。これはマリオ殿、お久しぶりでございます。クッパ城の方からすんごい音がしましたが、今度はクッパめ何かを企んでいるのでしょうな。ピーチ姫は一緒では。分かってるでしょ、何があったのか。なんと、例によって例のごとくまた姫はクッパにさらわれてしまった。それだけじゃございません。クッパは倒しましたけども、とんでもないやつが空から落ちてきました。さらになんとクッパ城がそんなことに。マリオ殿、今回の冒険はそう簡単にはいきませんぞ。どうかお気をつけて。マリオ殿、ちゃんと装備はされてますかな？してません。キノピオの方から説明を。え、その装備とかの話ですよね、多分。結構です。さすがマリオ殿。防具やアクセサリーは道具屋に置いてあります。わかりました。何よ、いて。申し訳ない、大臣姫のことで頭がいっぱいで。旅の用意をするなら倉庫でどうぞ。はい。なんかくれるみたい。倉庫はどこにあるんでしょうか。マリオさん、大臣より話は聞いております。あ、そっちね。ここか。わ、すごい。これはもしかしてあのピーチ姫の寝室ではないの？ここは客間です。あ、違った。なんだよ、
ピーチ姫の部屋行きたいですね。ここが倉庫です。あ、そっちね。いろいろ防具とかもらえるんじゃないですか。どうぞ宝箱を叩いてくださいね。キノコゲット。え、何？宝箱のキノコは HP と FP の両方宝箱を開けた時に回復する。持ち出せはしないわけね。あ、これもそうだ。はいはい、わかったわかった。これは何だい？コインゲット。小さなコインは1コイン、大きなコインは10コイン。ありがとう。防具品は何ももらえなかったですね。こっちは何だい？失礼します。お、素晴らしい。絶対寝たい、ここで。跳ねるだけかい。まだ姫が帰ってきませんの。大臣が非常に心配しています。もちろん私も。そういえばところどころに隠しブロックとかあるので、そこら辺もできればね、思い出せれば叩いていきたいとこですけどね。お、なんだこれは。お、すごい、こんなムービーもあるんだ。おお、すごい綺麗。待てー。へえ、ふわふわしてますねこいつ。全然ジャンプ力はないみたい。泣くか、泣いちゃうのかな。もうダメだ、おじいちゃんにもらったコインが盗まれちゃった。あ、どうしよう、ダメだ、泣いちゃダメだ。あららら、らつらい時はお泣きなさい。ストレスたまるよ。えらい本振りになってきましたね。あ、濡れちゃいますね。意外とあっさり泣き止むのね。もう大丈夫です、すみません、泣いた後ですっきり。そう、おじいちゃんに頼まれてお使いをしにこの町に来たら、気立ったらしいワニが近づいてきてコインを盗まれちゃったみたいですね。なんだ貴様は、見せてやろうか。それでクッパをやっつけたのね。あなたがマリオさん？僕はケロケロ湖から来たカエルのマロと言います。カエルだけどジャンプが全く苦手なんです。カエルと思い込んでるみたいですね彼は。そして仲間になりました。どこをどう見てもカエルには見えない、泣くと雨を呼ぶ男の子マロが仲間になりました。ロープレにしては仲間になるのが早いですね。旅の記録の中に旅のアルバムが追加されました。これまでの冒険を振り返ることができます。旅の記録、それはどこで見るの。これか。あ、モンスターリストってありますね。これ、こういうのを集めるのすごい好きだな。あ、そうそうそう、説明とかもあるんですよね。クリボー、大概のクリボーは頭を踏みつけるだけで倒せるが、今回はその弱点を克服し頭突きで攻撃をしてくるので要注意だって。へえ、ずいぶん成長してるみたいだなこいつも。宿屋です。宿屋には特には用のはないんですけど、なんかこういうところになかった隠しブロックないかな。話しかけるな、うるさい。あ、もうやられちゃったじゃないか。ゲームボーイしてるみたい。隠しブロックあったと思うんですけどね。なんか強い装備があれば整えて揃えていきたいですね。こんにちはおじいさん、実は。はいはい、お前のおじいさんから聞いとるよ。おじいさんの大好きなおやつじゃな。ちょっと待つがよろしい。おじさん、実は泥棒にコインを盗まれちゃったんです。なんと。じゃあがこれはあのコインと引き換えって約束じゃからの。
任してください。マリオは行くならきっと大丈夫じゃ。復活ドリンクゲット。これでやられた時も安心ですね。怒られたよ。すいません。まあ、そりゃそうか。地下室があるみたいですよ。私の前に立ちなされ。こっち、ジャンプしなされ。隠しブロック現れましたね。このワールドにはの隠し宝箱っちゅうものがあるのじゃ。お主のジャンプ力で探してみるがよい。はい。お知らせリングは今いる場所に隠し宝箱があることをお知らせします。あ、こんなんあったっけ。装備、お知らせリングね、あったような気がしますね。ちょっと待って、今お知らせしなかった。ん、あれないかな。お知らせリングが鳴ったと思うんですけどね。あれないな。とりあえずちょっと、とりあえず進みましょうか。マリオさん、いましたいました。怪しいやつがたった今ここを通って。変化は得意です。いって。あ、いるじゃん。ミーを捕まえるなんて100年早いね。逃げてったよ。とっちめましょうかね。地図をゲット。いろいろもらえるね。メニューの地図から選んだ場所にひとっ飛び。地図か。とりあえず行っちゃって大丈夫なのかな。ちょっとなんか買えないですかね。防具品はない。あ、防具品あるわ。普通のつなぎ。7コインじゃ余裕で買えますね。装備する、装備する。でも丸は回転シューズ。ジャンプの効かない敵も KO です。ジャンプの効かない敵もね。毒防ぎバッチ。とりあえず、え、回転シューズにしとこうかな。じゃあ、あ、装備しなきゃ。装備、マロ、マロにアクセサリー、あ、ちょっと待てよ。マロには何も装備させられないのか。ハンマーでしょ。回転シューズにしとこうかな。さあ行きましょうかね。レベル上げはしなきゃいけないのかな。やっぱりドロボールだ。探ってるよ。あ、見つけた。きっとあの袋に入ってるんだ。しつこい坊主ね。しつこいって貴様、人のもの取っといて。あ、なんか偉いやつらが出てきた。 FP はパーティー全員で共有します。わかりました。スペシャルとりあえず必要ないですけどね。さあマロ、初攻撃すげえ強い。基本的ガードすればダメージは食らわないっぽいですね。ほねろ、よし、早速回復ですか。危ないね。とりあえずマロをレベルアップさせたいな。当時スーファミ版はこのゲームをやってる友達がすごく多かったので、なんだろう、当時ネットもない時代だったし、その攻略本買える金も特になかったから、みんなね、だからその詰まったら友達と情報交換っていうのが普通でしたけどね。だから友達のありがたみがあったな。トゲヘ、こねろ、よし、じゃんじゃか倒していくよ。危ないね。
お、 100% 溜まりましたよ。これはボス戦で使った方がいいでしょ。ハニシロップゲット。そんなにレベル上げ必要ないかもしれないですね。ポイン。音楽めっちゃいい。とりあえずジャンジャから進んでいきましょう。アタックアップ、ガードアップ、すげえ上がった。やめろ、引くな。使ってみようかな、お助けキノピを。その道中、多分ボスに行く道中また溜まると思うんですけどね。星の雨、すごい強いね。アイテムキノコゲット。すごいアイテムもたくさん出るな。あ、こっちじゃないわ、もっと奥か。あ、またいた。これ以上は無理ね、ユーたちこの岩を飛び乗れない。くそー、調子乗ってんなあいつ。しかしこれを使えば私も一飛び。下に降りたいかな。下に降りて少しレベル上げられるんだったら上げていきたいですけどね。トゲ兵倒そうか。よし、アタックアップ、こんなの。 OK、 意外とサクサクだ。え、これは何のためにあるんだろう。ここの、おお、危ねえ。トゲ兵倒します。そうか、その、あ、レベルアップだ。マリオか。マリオが新しい技、ファイアボールを身につけました。攻撃力だな、やっぱり。そのダブル攻撃が決まって、その他のやつも攻撃が当たるのは本当にタイミングバッチリ合った時だけなんですね。お、マロが上がった。マロが新しい技、回復シャワー。まあ、攻撃でしょう。どんどん攻撃上げていこうぜ。フィールド上で Y を押すとスペシャル技が回復、スペシャル技で回復できます。 Y 回復シャワー、これはマロの技ですよね。ちょっと倒しておきたいな。痛い。よし、強い2人とも。意外とスーファミ版ではここら辺レベル上げしないとダメな感じでしたけどね。結構サクサクだ。危ない。あの任天堂ダイレクトの紹介映像ではなかったけど、他にもかなりミニゲームとかね、リメイク版だけのオリジナル要素があるみたいなので、それもねすごい楽しみなんですけどね。あ、しまった。よっ、よし、おいよ、こっち側、こっちか。いたよ、またここまで来るとはすごいね。でも絶対ミーには追いつけない。そうはいかんわ。こっちも大事な用事があるので、貴様のその奪ったコインを絶対奪い返したい。どこ行った、あいつ。待てや、お、またブロック乗ってなんかやってるよ。まだいたのか。お宝欲しいけど、こんなことしてる時間はノータイムね。ルー大柴みたいになってんだこいつ。いや、私がいただこうか、それを。
やった、あ、無敵だ、やったね。これで経験値バリバリ稼いでいきましょう。ポコポコと。おお、もう一個あるな。今ので経験値どれぐらい稼げたんですかね。よっ、やばいなこれ。本当に1時間と言わずどんどんやってきたくなるな、このゲームは。ここで行き止まりね。ユウたち本当にしつこいね。しつこいわ、そんなもん。人のものを奪っといてよ、許せない。隠れちゃいましたね。マリオさん、クロコに見つからないようにそっと後ろから近づいて捕まえましょう。はい、キノコゲット。どこ行ったあいつ、危ねえ。敵向きだ、いた、よし、見つかった。ユウもなかなか素早いね。しかしミーを捕まえようなんて100年早いです。後ろからって言ってたね。よし、50年早いです。こっちか、今日邪魔。そうか、早めに後ろにつかないとダメなんだね。しかしミーを捕まえようなんて。取り囲んだよ、もう逃げ場はないぞ。というのは嘘だったりして。おお、襲ってきた。すげえ、スペシャル使っていこうか。ファイアボール、火の玉をぶつけるぞ。 A 連だね。いくぞ。高橋名人もびっくり。モンスターによっては特に効果がある属性があります。へえ、あ、これで しばらくこの攻撃が続くわけだ。ミスするな。ちょっとじゃあもう一回行ってく。ほら、尻尾に火つけ。あ、つかなかった。よし、3ポイントってあんた、やめてくれ。攻撃して、あれ、意外と素早さがあるみたいだな、こいつは。いて、突っ込んできた。今日 HP にも注意しといてね。で、100% 溜まると思うんですけどね、スペシャルが。回復した？回復しやがったよ、こいつ。許せん。ほら。当たらないな。よし、もうちょっと。ほら、よし、100%。ここで、痛い目合わせてやりましょうか。助けキノピオ。なんか他の当てたいですね。あ、なんだこれ、パワフルキノコ。つまり攻撃力が上がるんじゃないですか。よし、君はなんかできないかな。電撃ビリリしてみましょうか。敵全体に電撃。おお、危ねえ。で、攻撃力がアップしてるみたいですよ。よいしょ。ちょっとマロの攻撃力はなんとかしたいですね。意外と強いな、こいつ。モンスターの HP が分かるんだ。じゃあこれやってみましょうか。あとどれくらいあるんだろう。あと10ってこと？もう倒せますね。よいしょ。おじいちゃんにもらった大事なコイン返さないと。こうだ、カエルコインをゲット。キックでお返しです。そんな小汚いコインなんか一文にもならないから返してやる。また貴様とは拳を交えそうな気がしますけどね。おじいちゃんのコインだ。マリオさん、ありがとうございます。これでやっとお使いができます。お、財布までゲット、やったね。
マリオさん、僕はキノコ城の道具屋に行きます。地図を使って一緒にキノコ城へ戻りましょう。地図を使って地図は持ち物？違うな。地図はどこ？あ、ここだ。キノコ城ね。すごい便利になった。これはなかったですよ、この要素は。しかし、えらいことになってますけど。なんだお前は。ほら。あ、強い。あ、こいつら多分強いぞ。電撃ビリリ。電撃ビリリは、雷が落ちた瞬間に A ボタンか。よし。危ない。こいつの火の玉攻撃は強いっぽいですね。ヘイ、ヘイホーの。やったね。どうしよう。体力上げとこうかな。マロもレベルアップ。体力上げていきましょうか。じゃあここらで。ありがとうございますマリオさん。引き続き見張りますが、みんな愛しすぎます。10コインゲット。なんかいろいろくれるの。ほら、火球強い。あ、火球もガードできるんだ。火球はそのスーファミ版では魔法扱いでガードできなかったと思うんですけどね。ありがとうよマリオ。俺はそれはあのワニに取られた僕の財布じゃん。返す。フラワーカプセルゲット。フラワーカプセルは最大値上げられるんでしょ。よし、道具屋いた方がいいのかね。おじさん。震えちゃって。まあ、はひー、なんでこんな物騒なことに。買い物、お金を置いて持っていっておくれ。そう言われても。ん、あ、そうか、先に兵法たちを倒さなきゃいけないのか。とりあえずこの町に平穏をもたらせないとダメっぽい。よいしょ。危ないね。マロの攻撃は弱いんだよな。じゃあこっちにもいましたよ。じゃんじゃか倒していきましょう。ガードアップ。火球。おお、火球もガードできちゃうのがすごいな。こっち行こうか。お、倒しやすい。ハニーシロップゲット。あんまりお店で道具を買うとかはなさそうだけどな。よいしょ。ん？あ、やめろ。さっきの上で跳ねてたやつはずっと出てくるやつ。ガードアップ。倒せるかな。よし。お城の中入んなきゃいけないのかね。大丈夫か。これじゃ結婚式をしに行けない。しょうがないな。人の幸せを妨害しやがって。お城の中もえらいことになってますね。ボスはいないと思うんですけどね。あば、違う。よし。
わ、すごいいる。危ないね。あ、意外と強いな。危ない。火球、火球もガード。よしよし。今回この音楽のアレンジを作ったのも下村陽子さんなのかな。スクエアはいくらか関わってるんですかね、このゲームの開発に。そこら辺の情報はなかったけどな。あっという間にみんな逃げちゃって、こんな素敵なお城は今日から僕らのスイートホーム。跳ねて騒げはとにかく楽しい。ひどいなこいつら、跳ねるの大好きみたい。ちょい待ち、お前一緒に跳ねてない、そういうやつはこうだ。おお。あんまり頭は良くないみたいよ。おお、すげえ。おい、みんな、みんなの楽しみを邪魔するやつがいるぞ。そんなやつはどういうやつだ。失礼、悪い子、みんなほんの知らず。ああ、やめてくれ。うお、これボス戦に入るこの感じがすごい好き。しかし私はお助けキノピオが溜まってますよ。よし、どんな攻撃をしてやろうか。星の雨です。これ強いよ。よし、一掃できた。で、何を考えてるのにしようかな。どれぐらい体力あるのか知りたいですもんね。423だと。めっちゃ強いぞこいつは。スペシャルどんどん減らしていこうか。スペシャルはとりあえず使っていこう。マルは回復させたいですよね。あ、しまった、使っちゃった。何しとんねん。弱点雷だって。おお、すげえ。スペシャル雷か。スペシャルで電撃ビリ。建造炉はしびれている。やったね。なるほど、マジックポイント5しかないですよ。そうか、マリオは攻撃させといて、電撃ビリリでじゃあ行動を止めた方がいいのか。ほら、建造ル集中攻撃しましょうか。じゃあで、電撃ビリリ、最後の電撃ビリリ。ほら、あんまり怪我なかったな。あっちガードしてこう。あっち、まずい、死ぬ。うん、アイテムキノコ使って、ちょっと待ってよ、キノコ使って、当たりが出たのでもう一個。懐かしい、昔の自動販売機みたいだな。で、ハニーシロップでマジックポイント回復しとこうか。で、これは的確にガードしなきゃいけないよ。火球、火球、よし、あっちで、どうする。普通に攻撃でいいか。で、火球が降りてきたら電撃やろうか。火球、火球好きね、あなた。ミス。オッケー。で、君は電撃です。あ、意外となんか足止めできなくなりましたね。電撃いく。うん、回復した方がいいか。幸いにもキノコはいっぱい持ってるから、マロも回復しておきましょうかね。どうしよう、使
どっかな。ほな、その炎攻撃すごい強いな。あ、倒した、やったー。どうなるかと思った。レベル上げ6にしてないから負けるかと思いましたね。お、なんだねこれは。すごい綺麗なお星様だ。おお、どうやら7つの星を集めなきゃいけないみたいですよ。大変だ、大変だ。このヒゲ強い、ちょっと強いまあまだちょっと強いぐらいですけどね。これからどんどん強くなっていくよ。私もマリオ殿でしたか。例によって例のごとくまたまたマリオ殿に助けられましたな。しかし一体何が。大臣、ご無事で。あ、マリオさん、あれもこれもそれもどれもマリオさんのおかげ。そうです、たくさん感謝してほしいわ。この姫がいないという大事な時にこんなことまで起きてしまうとは。大臣、ますます姫が心配で。おじいちゃんに聞いてみるのはどうでしょうか。カエルのマロです。とにかく我々が頼れるのはマリオ殿しかおらんのです。一刻も早く姫を助け出してくだされ。とりあえずそのケロッケロッコへ行っておじいさんに会いに行きましょうか。キノコ城に突然現れたカジオの手下ケンゾール、マリオの手に入れた星と何か関係があるのでしょうか。二人はキノケロ水路へと進みます防具的なものはここではまだ手に入らないっぽいですね。あ、とりあえず道具屋に行かなきゃいけないのか。すごい晴れた。わ、もうなんか綺麗。マリオ得意のジャンプ見せてよ。ありがとう。回復、宿屋はいらないでしょ。お菓子をもらわなきゃいけないんでしょ。やっと来たから心配していたのじゃよ。おじさん持ってきました。よくやった。これじゃ盗まれたり食べられたりせんようにね。コオロギせんべい、とんでもないものをもらっちゃいましたねマリオさんありがとうございます。よかったね。どうしよう、もう進めて、もっと進めたい。しかしその湖に行くには道中まだある感じですよね。こっちでしょう。キノケロ水路、ここが入り口なんですけど、おじいちゃんはベロームが出るから怖いぞって言ってました。僕ちょっと怖いです笑顔で降りてったけど。キノケロ水路、ちょっと進んでみましょうかね。やばいな、面白すぎますよ。あ、泳げるんだ。お、なんか張り紙がありますよ。え、これどうやって上がるの。土管の入り方、土管に乗って A を押せばその土管の中に入れます。はい。隠しブロックとかありそうですけどね、ここにも。ちょっと待てよ、装備で回ジャンプの効かない敵も KO。 どうしようかな。アクセサリー、お知らせリングちょっとつけときましょうか。なんか嫌な雰囲気だ。プクプクが泳いでますよ、こんな水路で。
ネズミが。ネズミもここならいるでしょう。お、お化けもいる。いて、あ、なんだ、毒だ。毒消し的なもの買ってくればよかったな。でも敵を倒すと、そのステータス以上の回復も出た気がするんですけどね。これはちょっとまずいぞ。あ、毒もあれなんだ。バトルが終われば戻るのね。お、すげえいる。戦わなきゃダメ？やめろ。中太郎か。可愛らしい。お化け。あ、逃げてった。とりあえず、あ、なんだなんだ。何事？プルプルしちゃってるよ。とりあえずガードを成功させることが一番ですね。あ、またなんか新たな敵が。とんでもないやつがいるみたいだな、この水路は。歌うな、眠くなる。黙っちゃった。魔法が使えなくなったみたい。よいしょ。 OK。 ここら辺からレベル上げというか経験値稼ぎしなきゃいけないかな。なんかそんな感じしますね。よし、ひとまずそのベロームのところまで行って休憩しましょうか。え、どうしよう。どうしようかな。攻撃っつってて1個しか上がんないですよね。魔法上げとこうか。あんまり平均的に上げてかないんですけどね、自分は。こういうタイプは。テレサがいる。テレサ戦ってみましょうか。お化けがいっぱいいるみたいね、この水路は。 100% 溜まりましたけど、ちょっとボス戦に備えて溜めておきましょうかね。なになに、また怖がらせたの？私のマロを怖がらせないでちょうだいよ。プルプルしてる。ほら、よし。マリオもプルプルしてるの？マリオらしくないな。頑張って。 OK。 まあお化けは誰しも怖いものです。マロがレベルアップですね。さあマロはどうしようかな。体力上げておくかな。ん、宝箱。あ、無敵だった。貴様ら、貴様らは私たちの成長の肥やしだ。あ、おしまい。合ってるんでしょうか、道は。おお、怖っ。あそこに宝箱あるけど、取りたいな。ん？あ、下に降りなきゃダメなのか。下に、あ、隙間か、あ、逃げてた。ちょっと、逃げていかないでくださいよ。ほら。OK。OK。ベロームのところまでとりあえず行きましょう。全然覚えてない。全然ルートを覚えてないな。よっ、こんなの。 OK。 この土管で合ってんでしょうか。わからん。
外と複雑な水路だな。ここはどこだい？ここ来た気がするぞ。ぐるぐる回ってるな。あ、またここでしょ。あ、しまった。プクプクとか。やめろ。突っ込んでいきやがった。ほら。腹を出して浮いたよ。かわいそう。あ、こっちにもルートがあるんだな。あ、でもここって来たよね。外れだったこれ。まずいミミックだ。大体ミミックは強いですよ。大丈夫かな。炎やめろ。よし、よっ。どっからなんでしょうね、この宝箱というかミミックがやたら強いっていうこの法則は。ドラクエからかな。強い。全然効かない。ブルブルさせんな。よし、よかった。ここで体力減らしてる場合じゃないですよ。これからボス戦が。あ、なんか出た。変身防ぎバッジを手に入れた。変身防ぎバッジとは、キノコカカシになる攻撃を防ぎます。多分ベロームが使ってこなかったっけ、カカシになる魔法。こっちじゃないですね。まずい、迷ってる。参ったな。どこの土管なのかね。あんまり迷ってるとどんどん体力減らすだけですよ。これって戻る土管ですよね。そうだよな。こっち行ったっけ。あ、ここだ。よしよし、この先進めば多分ベロームがいる気がするんですけどね。あ、まずい。ちょっと体力にも気をつけてね。マリオはいいところで回復しないとダメっぽいな。やめろ、プルプルさせんな。すぐ怖がらせるからな、さすが。お、あ、あれ、やられちゃった。復活ドリンク使わなきゃダメですよね。一回逃げちゃいたいけどな。サンキュー。当たりが出てたんで、もう一個ありがとうございます。すげえ嬉しい。まさか死ぬとは思わなかった。ちょ、前を気をつけて。危ない、いた。意外と強い。まずいなこれ。スペシャル電撃ビリリ、ちょっと行ってみましょうか。これだった。全然効かなかった。いて、これまずくないか。よし、で回復じゃなくてスペシャルで回復シャワー。あ、そうなんだ。これもタイミングよくボタンを押さなきゃダメなんだ。体力回復欲しいな。ミス、まあ、ミスも何ももうビビってますからね。よし、よかった。あ、これ使っていかなきゃダメか。キノコマロに使って
いやーちょっとテレサやだな。どこかで水の抜ける音が聞こえる。つまりさっきのプクプクがいた水路の水が抜けた。ピチピチしてるよピチピチしてるのにそんな襲ってくるなんて。多分この先がベロム。ここで体力は絶対減らさないぞ。お金たんまりあったからここはキノコを道具屋で買ってくるべきでしたね。セーブポイント発見。よいしょ。でベロームにもしやられたらここで復活してレベル上げした方が良さそうですね。いたよ、かわいい。こいつがベローム？寝てるのかな。おお、あれま、お前たち何しに来たんだ。食べちゃおうかなすごいムチムチしてる。その見かけによらず強いはずだこいつは。お助けキノピオ、お助けキノピオってその攻撃だけなんですかね。回復とかもあんのかな。ん、またモヤットボールだ。星の雨。まずはご挨拶がてらに星の雨。なんだ、白くてふかふかして可愛いんだな。気に入ったんだな、舐めちゃうやめろ食うな。スペシャル、スペシャルどうしよう。回復に使いたいな、なんか怖いから。なんか入った。汚い、やめろ、すごい眠い人を眠くさせる液体、もう我慢できない。いただきます。消化される。舐めるな。そ、よし、大丈夫か。マロ、消化されないうちに助けましょうか。よっ、なんだな、チュンチュン鳴くスズメが嫌いなんだな。カカシになってほしい。カカシになっちゃうね。まずい、バッチバッチ付け替えられないよね。もうつけとけよかった。ファイヤーボール、これ負けた気がする。お、吐き出した、びっくりした。聖水、聖水ダメだよな。ちょっと待てよ。攻撃しかないですかね。攻撃しかなさそうだ。マリオがカカシになったのは痛いな。どうしよう。スペシャル、スペシャルしかないか。攻撃、あ、マリオ眠っちゃう。あ、向こうだって。スペシャルちょっと使っていきましょうか。このガードアップ、やったね。もう我慢できない、また食われたあ、戻るんだ、よかった。どうしようかな、回復した方がいい、良さそうだな。当たりが出たのでもう一個ありがとう。この吐き出せ、ペロ、よし。うちの犬もよくそうやって人をペロペロしてきたよ。このなんだね、最初に言うのを忘れてたんだな。なんだ、オイラがどいたら水が溢れるんだよね。バッハハーイもう嫌な予感しかしないんだが、倒したけども。水がだと、なんだベロームのやつ、水が出てくるなんて言ったけど空っぽじゃないんですか。なんだこの音
早く。もたもたしてんな。こいつらは肝心な時に動けないタイプっぽいですね。ちょっとしたボーナスステージじゃなかったっけ。ここはめっちゃ綺麗になってますね。ワイン川下りにようこそ。説明は聞きません。行ってきます。B ボタンを押すことで多少流れに抗えるみたいですね。ちょっとカエルコインは絶対欲しい。 OK。あ、洞窟がある。洞窟に行くとよその洞窟に繋がってるはずなんですよね。めっちゃ綺麗になってますけどすごいアトラクションみたい。あ、そっちに行く。お、ジャンプ台が。で、どちらに行けばいいですかね。あ、カエルコイン発見。絶対取りたい。よし、洞窟に行くとどこ行くのかね。ちょっと入ってみましょうか。ずいぶん賑やかですね。ディズニーランドのスプラッシュマウンテンだ。あ、フラワーもらえた。あ、そっちに行く。よいしょ。ここも隠されたアイテムとかありそうですけどね。ルートによってカエルコインゲット。おしまいかな。お、あ、あんなところにカエルコインか。ちょっと無理初見では無理ですよ、それは。頑張れ。おー、あ、取れた。やったね。洞窟あった。洞窟の中にも多分カエルコインある気がするんだよな。ないかな。いじめてるよ。おお、引っかかってるよ。かわいそう。ドッスンには誰もかなわない。うわ、すごい流れだ。そして次は樽ですね。次はいよいよワイン川コースです。説明は聞きません。さあ、コインが頭の上に浮かんでるのでそれをうまいこと取っていきましょうか。ここにはカエルコインはなかった気がしますけどね。痛いね。ああ、そうか、ブクブクも襲ってくるのか。さあ、このまままっすぐ。どこで切り替え、あ、しまった。今のは映った方が良かったですね。ぷくぷく気をつけてね。危ない。後ろからも来るんかい。映る。危ない。よし。お、いい調子だ。映るか。すごい綺麗。いや、もうちょっと久しぶりこれ買ってよかったなって今本当に。あ、痛いね買ってよかったなこのソフトって今幸せで溢れてますね私は。あ、こんにちは。あなたの取ったコインは53枚。ワイン川下りで取ったコインはカエルコインと交換だよ。あ、そうなんだ。初めて来た人には特別サービス。1回目だけはある。1回目だけはコイン60枚でカエルコイン1枚。60枚で1枚か。ん？じゃあもらえないってこと？ちょっと足りないみたいだから、これは預かっとくよ。あ、そういうことね。ノコノココーラゲット。ノコノココーラは装備品だと思うんですが。
行くか。よし、一応セーブしときましょうか。ちょっとここまで来たんだったらおじいさんに会いたいですね。おじいさんの話を聞いたらセーブしましょう。ケロケロ子、懐かしいな。ここでおたまじゃくし並べ替えましたね。あ、マロ、お前噂になってるぞ。スーパーなマリオさんと一緒にベロンをやっつけたとか。もう噂になってんの？マリオさん、ケロケロ子には世界中の噂が風に乗って集まってくるんです。だからおじいちゃんはここにいながらにしていろんなことを知ってるんです。あ、そうなんだ。ずいぶん物知りみたいね。おお、でかい。噂では海流よりすごいジャンプができるんだって。本当かな？おお、すげえ。いつもより増して高く飛んでおります。全部知っとるよ。さっきの大雨はやっぱりマロか。もっと優しく持ち上げんかい。ずいぶん見えっぱりみたいだな、このじじいは。いらっしゃい。君がマリオちゃんだね。わし、カエル仙人。わしんところにいろいろ聞きに来たんじゃろ。君はなかなか賢い。困った時にはわしのような物知りじいさんがアドバイス。これ、お約束なのよね。結構重いみたいだな。玄関で立ち話もなんだからわしのお家に来なさい。話はそれからね。キントーンに乗せてあげたいですね。失礼します。頭を失礼します。ほいほい、さあ上がんなさい。さてさて、クッパちゃんのお城にやってきたあのカジオとやらなかなか手強そうね。あんなに怖い顔が刺さってたらば、マリオちゃんとしては早いとこピーチちゃんを助けに行きたいね。確かに。すでにピーチちゃんはクッパ城にいないのよ。ずいぶん複雑なお話になってきそうですよ。チミがクッパちゃんを追っかけてクッパ城に入っていったその時、ふと空を見ると流れ星が7つ落ちてくるではないの。綺麗だなと思った途端、あのビッグな剣がクッパ城をめがけて、ぐさっと命中。あのショックでマリオちゃんだけではなくピーチちゃんも、そしてクッパちゃんも吹っ飛んだ。そして今頃どこかで迷子になってるらしいの。それは探しに行かなきゃいけませんね。ピーチちゃんも心配じゃが、あのカジオを追い出す方法も早いとこ考えなきゃいかん。なぜならあいつったら次々に子分たちを送り出してるようなのよね。君たちがキノコ城でやっつけたケンゾールもその一人。うん、そうか。見つけたよ。わしが思うに今回の冒険、その星が非常に大事じゃねえ。大事なものより大事じゃろ。流れ星には願いを叶える力があるとわしを信じておる。あ、つまりその願い事でカジオを倒すってこと？つまりだね、よその世界からカジオというやつがでっかい剣と共に攻めてきた。そのおかげでピッチちゃんとクッパちゃんはどっかに吹っ飛ばされ、カジオたちは暴れ放題。こんなことになってしまったのはきっと流れ星に秘密があるとわしは睨んどるというわけね。もう一回言っちゃう？つまりだね。もう結構です。そうかい、分かってもらえてわしも嬉しい。ケンゾールみたいなやつがまだ他にもいるなんて、マリオさんも大変ですね。確かに。こっからまだまだ強敵が押し寄せてくるみたいですよ。お、ものすごい告白が始まりそうですよ。今まで黙っておったけど、実はお前はカエルではないのよ。見た目でわかるわ。ある日のことじゃった。わしがいつものようにここでおやつを食べてると、滝の方から何やらふかふかしたものが流れてきた。それは一人の赤ん坊じゃった。パパもママもお家もわからない。わかったのはベルトに書いてあるマロという
名前だけ。そんなかわいそうなふかふかちゃんをわしは孫のように育てた。稽古をつけてやるとわしの知らない魔法までものにした。わしは思った。この子は伊達にふかふかしておらん。きっとどこかわしの知らないところからやってきた子じゃ。また泣いちゃうの？マロ泣くではない。今は泣く時と違う。マリオちゃんと一緒に冒険に出るのよ。そして本当の家を探して、本当のパパと本当のママにふかふかしてもらうんじゃ。言い方がふざけてますね。結構泣けるシーンですよ。もう泣かない。僕はカエルじゃないんだね。マリオさんと一緒に行くよ。この先のローズタウンが大変困っておる。すぐに行ってあげなさい。さあ、感動のお話も済んだので、こんなところでセーブしましょうかね。いやー、面白すぎて、これできればもう一気に終わりまでやってしまいたいゲームですね。マリオワンダーの方はひとまず区切りがついたので、今度はこちらの方に集中的に遊びたいと思っております。お疲れ様でした。